ランプが灯りました。10秒を切ります。5秒を切りました。3秒前、サイドの発走、9レース準決勝 B スタートしました。今度は決まりました。ゼロ戦井上文則、まずまずのスタートを切っています。さあ6番の篠原実、30戦からの速攻決まりました。4番の春本がスタートで5点、5番の高宗前叩きました。6番の篠原実、4番手からさあ3番手2番手を伺います。2番の岡本が外へと流れまして、さあ一気に6番の篠原実、2周目で2番手へと上がりました。井上秀則のペースですが、6番の篠原、一車審判差の2番手、さあ7番佐々木啓も上々の滑り出し、人気両者早くも前段を形成する、そんな構えですが、6番の篠原トップへと降りていました。7番の佐々木啓、思想では4つ、篠原を上回っている佐々木啓が2番手の好ポジション。早くも外枠各選手重犯勢の攻防です。6番の篠原先頭、7番の佐々木啓が外からまくり構成、篠原と佐々木、この攻防残り3周回、佐々木啓がまくっていきました。篠原2番手交代、3番手は1番の井上秀則、あとは3番の元門信忠に5番の高宗がまくっていきまして、3番手が並んでいる、外を突っ張っている3番元門信忠、先頭は7番の佐々木、残り2周回、2番手6番の篠原、3番手差がついて井上秀則頑張っている、高宗良次、元門を攻略まくって4番手から3番手にさあ迫れるかどうか。先頭は突き放していきました、7番の佐々木啓、残り1周ブルーフラッグを通過しました。6番の篠原2番手、3番手には1番の井上秀則、さあよく持ちこたえているが、5番の高宗が最後迫らんとする。先頭は7番の佐々木、2番手は6番の篠原淳、3番手は井上秀則が守りそうか。佐々木啓先頭で降臨、払い戻し金です。2連単7番6番190円、2連複6と7の このシリーズ快進撃が続きます。こちらが人気の中心、ブルーランプが消えました。3秒前、10レース準決勝 A スタートしました。30がいいスタートを切りました。6番の田中茂がややスタートを遅れを取って、4番の別府慶吾も伸びていきました。しかし三村洋次スタートを残す格好、前田潤が1周目3コーナー狙っていきますが、三村洋次を抑え込んで回ります。4番の別府慶吾が直後中段の4番手で、5番の重富、6番の田中茂、最後方7番の松尾博文、綺麗に枠番通りで2周目に入りました。さあ先頭1番の松本康明、久々の優勝へ向けて逃げますが、外目から2番の松三村のまくり構成、これが決まって三村洋次トップを奪いました。2番手3番の前田潤、そして4番の別府慶吾、連れ病に並んで追い上げてくる。あとは5番の重富が続いて、インコースは6番の田中茂、1番の松本は遅れを取って、7番の松尾がそれをまくります。さあ先頭2番の三村先頭ですが、前田潤が外からチャージをかけてきます。そして3番手も並んで、4番の別府の外目から5番の重富大輔、さあ先頭はまだまだ2番の三村洋次、2番手3番前田潤、3番手4番の別府慶吾に5番の重富が揺さぶりをかける2コーナーの立ち上がり。さあ先頭争いも熾烈です。三村、前田、この争いが続いて、3番手4番の別府慶吾、5番の重富大輔、田中茂と松尾博文は道がつながっています。これは苦しいか。先頭は2番の三村、2番手3番の前田潤、前田潤と三村の争いが長く続いています。3番手は4番の別府慶吾、5番の重富大輔、少し離されました。さあ目の前はブルーフラッグ、さあ三村洋次か前田潤か、前田潤がまくるか、三村洋次捕まりました。3番手4番の別府が三村との2番手争いとなりそう。突き抜けていった3番の前田潤、2番手は三村洋次、三村洋次が別府慶吾を退けるか、2番手争いは大激戦、前田潤降臨、2番手はわずかに別府慶吾を届いたのか。払い戻し金です。2連単3番4番1250円。そして昨日と白星を飾っています。西村隆太郎相手人気、3秒を切りました。
11レース準決勝へスタートしました。20メートルはほぼ揃った飛び出し、3番の西村龍太郎、4番の丸山聡、丸山が先手を取りました。3番手発進とした4番の丸山、この後ろ中段の後ろに5番の増崎をまくっていくのか、7番の有吉達也、しかし5番の増崎を抑え込んでいきました。最後方6番岩崎良一という体勢です。2周目に入りまして1番の石橋のペース、石橋内先頭、森本裕介がさあ2番手でじっくりと気を伺っているが、そのすぐ後ろ4番丸山聡が刺すか、丸山が一刺し決めて2番手と上がりました。森本裕介反撃なるかどうか、3番手に下がる3番の西村龍太郎、人気両者は現在は 3,4 番手という格好で、あとは5番の増崎、さらに7番の有吉達也、最高峰6番岩崎良一です。さあ先頭争い、1番の石橋の引っ張りも昨日同様にコンディションが違いますが良さそうだ。石橋先頭、丸山聡が追いすがって今度は残り3周回トライにかかる。4番丸山聡がトップへと躍り出ましたが石橋も抵抗している。3番の西村龍太郎が3番手から私服、1番の石橋を捉えて2番手と上がった3番西村龍太郎です。2番の森本裕介は少し精彩を欠いて4番手、5番の増崎陽介はその直後で5番手、残り2周回10番線に入りました。4番丸山聡先頭、2番手は3番の西村がさあ迫る、西村が捉えるか、丸山聡、西村が終盤で先頭を奪って残り1周ブルーフラッグを迎えます。3番手は石橋台に森本裕介が差し込んできまして、松崎陽介が5番手のポジション、さあ先頭3番の西村龍太郎、4番丸山聡が2番手、3番手は2番の森本裕介、ようやく上がってきたが優秀権には届きそうにありません。先頭3番西村龍太郎、500兆円王手、西村龍太郎ゴールイン。払い戻し金です。2連単3番4番1450円。します。12レースの準決勝戦 A、 1番人気はもちろん7番荒尾聡、5秒を切りました。3秒前、12レース準決勝 A スタートしました。10はまずは2番の原山周平残すか、しかし即3番の天海が先制していきました。20メートルからは6番の久門がまずは先手、追いの主導権をつかみますが、7番の荒尾聡が早くも来ています。5番手のポジション、先頭を逃げるのは1番の水崎昌司です。水崎の引っ張りで2周目に向かいます。3番の穴見和正、2番手壁を作り始めました。2番の金山周平が外からまくる体勢を作っていまして、さあ穴見と金山の内へ、7番の荒尾聡車を伸ばしてくるが、外目から6番の久門、2番手は4台締め切って大混戦。しかし先頭まだまだ1番の水崎、2番手は3番の穴見、外目から7番の荒尾聡、さあ荒尾が穴見に対して仕掛けの体勢に入っている。さあ1番の水崎をめがけて7番の荒尾がまずは穴見を突破、2番手と押し上げました。先頭は1番の水崎昌司、7番の荒尾聡が猛追、3番の穴見が3番手で2番の金山周平4番手、さあマッチレースとなるか、水崎荒尾聡、この2人の攻防、水崎が外を突っ張っているが内に切り返して7番の荒尾聡、残り2周回荒尾がトップへと押し上げました。水崎昌司2番手、3番の穴見和正3番手、さあ先頭7番の荒尾リードを築き始めました。2番手1番の水崎、3番手に3番の穴見の体勢、残り1周ブルーフラッグ、昨日通算800勝を達成した7番の荒尾聡、2番手1番の水崎追いすがる形、3番の穴見3番手体勢決しました。801勝目が目前、7番の荒尾聡、水崎昌司2番手でチェッカー。払い戻し金です。2連単7番1番330円。最終日は予報通り曇り空が
目立った飯塚オートレース場、7月は5日間開催が目白押し。第1弾ケイズロジコム杯ビクトリーロードは優勝戦を迎えます。12レースは0-20のハンデ構成となりました。まずは0戦です。最前線水崎昌司、10メートル開けまして20メートルラインが6台並びとなって、西村龍太郎、前田純、別府慶吾、丸山聡、佐々木圭、そして地元連続優勝へ20の大外、7番の荒尾聡。さあ、がぜん上空暗い雲が立ち込めてきましたが、まだ雨をもたらすといったそんな状況にはなっていません。係が離れました。人気は今回で今年11回目の優出となる佐々木圭と荒尾聡に集まりまして、ランプが消えます。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。さあ、注目20戦のスタート争い、インから2番の西村龍太郎が残しました。3番の前田純、そして4番の別府慶吾、大外から7番の荒尾のかましはどうか。佐々木圭と大競りとなった序盤戦、5番の丸山が最後方1周目の3コーナー、1番の水崎のペースになりましたが、後続が殺到。西村龍太郎、さあ約5年ぶりの久々の美酒へ、西村龍太郎2周目で主導権を奪いました。西村龍太郎先頭、2番手1番の水崎、この内を指して3番の前田純、前田純が2番手と上がりました。4番別府慶吾がその後ろ4番手、6番佐々木圭、7番の荒尾聡、人気両者は現在は5、6番手、最後方は5番の丸山聡。さあ先頭2番の西村龍太郎、このシリーズ区切りの勝利という場面が非常に多くあったこの飯塚オートの日中開催ですが、西村龍太郎はここを勝てば500勝。3番の前田純が猛追、3番手4番の別府慶吾という体勢で、さあ内を飛び込んでいく6番の佐々木圭、4番手と上がった。荒尾聡はまだこの時現在6番手、先頭は2番、西村龍太郎です。2番手3番の前田純、上位の体勢変動はありませんが、4番の別府慶吾も来ている。残り2周回、そしてようやくかかってきた6番の佐々木圭、別府に対して、さあ2コーナーの立ち上がり、前輪かかるかどうか。佐々木圭、別府を捉えて3番手と上がるか。前田純が少し立ちはだかっている格好になって、6番の佐々木3番手、残り1周ブルーフラッグ、西村龍太郎先頭、前田純差は詰まらない2番手、そしてようやく6番の佐々木圭、前の2人へと急接近する最後のコーナーに向かうが、西村龍太郎先頭だ。2番手3番の前田純、切り返して6番の佐々木圭が前田純との2番手争い、西村龍太郎だ、ゴール、500勝達成、そして5年ぶりの優勝です。20のインコース、スタートをしっかりと決めた西村龍太郎、実に5年ぶりの外貨、そしてこれが自身通算500勝達成のゴールインです。前田純終始追って2番手、佐々木圭伸びきれず3番手まで。このシリーズは、さあそれでは払い戻し金です。2連単2番3番3790円、2連複2と3の組1950円。優勝しました西村龍太郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。通算500勝目を優勝で飾りました。今のお気持ち教えてください。そういえばそうやって言われてたんですけども、いっぱいすぎて忘れてました。ただ今聞いてすごく節目に優勝できるなんてすごく嬉しいです。で、今節振り返りまして、5日間車の調子はいかがでしたか？そうですね、最初の方はあんまりいい感じしなかったんですけど、整備して途中でちょっとずつやっていくとだんだん良くなって、昨日なんかすごくいい状態になりました。で、本日の優勝戦スタートの手応えはいかがでしたか？そうですね、もう練習全然切れてなかったんで、もう本当先行したいっていうので思いっきり頑張って切りました。そしたらうまくいきました。試走は 3.35 でした。終えてからの手応えはいかがでしたか？そうですね、試走タイムっていうより乗った時の
フィーリングがすごく良かったので、とりあえずまずは先頭に立ちたいと思って頑張って走りました。後ろから前田選手が追ってくる展開でした。道中はどのようなお気持ちで走っていましたか？いや、後ろが誰か、もう音もちょっと分かんなかったんですけれど、もう自分はもうとにかく逃げるしかない状態になったので、ちょっと締めたりして自分でミスするのも嫌だったんで、いつもより自分の中では開けて回ったつもりで、それがうまくいったと思います。次節は G2 が控えております。意気込みをよろしいですか？そうですね、またすぐ3位で今度はありますけど、やっぱしこのまま一生懸命頑張って、また次も活躍できるようにしたいです。いや、最後にですね、あちらの方にカメラがございますので、試合早々を見て応援してくださっている皆様にメッセージお願いします。はい、なんとか優勝できることできました。また来節からも頑張って走りますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ケイズロジコム杯ビクトリーロード優勝は西村龍太郎選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。